所に来ております。おはようございます。これから重大発表を行わせていただきます。おはようございます。さあ、どこに来ているんでしょうか。こちら、どうぞ。質問をしに参りました。質問タイムがございますので、ちょっとね、直接対決これ見たいかなと思いまして、まあ、私も公開質問を出した後にもですね、まあ、いろいろやっておりますけど、直接ね、質問をお受けされているということですから、一国民としてですね、質問をしに行きたいと思います。それでは突入いたします。はい、向かってるよ。向かってます。じゃあ、劇的なアウェイの中、突入いたします。向かってる。今ですね、NHK も流さざるを得ないんですよ。こうやって、皆さんのようにね、こうやってわざわざ平日の夕方に集まってでも話を聞こう、もっと勉強しよう、もっと本当のことが知りたい、そういう国民を増やしていくんです。それがね、参政党がまあやるべき最初のことですよ。これをやるには一人でも二人でもできるから確実にやります。約束します。二つ目にやることは仲間を増やすことですね。一番直近の選挙は来年の4月の地方統一選です。全国の何百という自治体で選挙がありますね。だから我々の仲間、皆さんがそうなる候補者ですよ。呼びかけて、今年の9月ぐらいかな、10月ぐらいかな、もう終わったらすぐ準備ですよ。みんなで勉強する、そういう選挙に出たい人たちを集めて勉強してもらわないといけない。さあ、そこはね、松井さんたちがね、やっぱトップ取ってるわけでしょ。彼らの言うことさえ聞いてれば誰でも気になれるんですよ。で、維新っていう名前があれば関西では選挙通るんですって。誰でも、昨日まで何にもしてなかった人でも、ね、過去に変なことやってた人でも維新って書いただけで通るような、そういう状況があったんです。神谷さん、黒川さんです。そういうのがあったから維新がダメになったわけじゃないですか。そこをね、我々は踏襲してはいけない。必ず参政党の理念、そういったものがちゃんと分かってる人たちが中に入ってきてやってくれないと、また同じことの二の舞になるね。そこをうるさいって、黙ってろお前は。入れ。参政党か。いや、まあいいですよ。もう言わなければいい。聞いてるのはいいから演説を邪魔しないでください。いいですか、皆さん冷静にね。私たちは皆さんの裏切ることはしません。裏でずるいことはしていない。お金も引っ張ってないし、どこの宗教にも入ってない。ネットワークビジネスもやっていない。全部嘘です。こじつければね、何でも作れる。でも僕たちはそれをやられてもやり返さないでしょ。そんな低いレベルである政治をやったってしょうがないからですよ。だから皆さんもそういうレベルの政治はやらないでくださいね。 SNS とかでも紳士的に行きましょう。アホとか死ねとか言っちゃダメ。たまに僕もバカとか言っちゃうけどね、言葉は気をつけましょう。子供を見てるからね。そういったことをちゃんとやりながらね、笑って、そして希望を持って一緒に日本の政治を変えていきましょう。今日はどうもありがとうございました。